田中大輝のアスリートチャンネル、ステージとして見られるプログラムだったなと四大陸選手権を見ていて思います。前から飛び上がるって、はい、っていう感じがあって伸びなくって、うん、そうですよね、多分ゴロとかになったりすると思うんですけど、すごいね野球の。ここからは男子シングルスのお話を中野さんに伺いたいと思いますが、はい、まあ、なんといっても男子を中心の日本羽生選手に尽きると思いますが、今シーズン振り返って全体的にどんな羽生選手の印象でした？進化し続ける王者かなと思いました。まだ進化してますか？本人の向上心がとても高い、しかも自分がいつもトップにいるのにもかかわらず、その自分を超えていく強さっていうのは本当どこから来るんだろうっていう、ね、もうアスリートの鏡だなと。どこから来てると思うんですか？同じフィギュアをやっていた人間として見ていて、自分がやっぱり一番トップにいるんですけれども、やっぱりそれでも下からの追い上げが来る、はい、その追い上げに突き放すかのように練習しているのかなと、自分は王者なんだ、そしてそれを守らなければいけないっていう部分があるのかなと、その強さがあるのかなと思いました。どこで身につくんだろうと思うような精神力ですよね。でもそれってやっぱり日々練習していく、そして本番でタイトルを取っていく上でついていったものなのかなと思いましたね。なるほど、勝っていく中で身についていったものだと、はいはいはい、でもう何年も君臨してるわけじゃないですか。そうですね。で勝てそうでもみんな勝てずにずっとトップにいるわけじゃないですか。でそうやって世界が思ってしまっているっていうのもあんまりよろしくないもので、もう羽生選手がいる、羽生選手がいたら勝てないかもって思っちゃいけない、羽生選手に何とかして他の海外勢も日本の選手たちも勝ちに行く精神を持って戦いに行くべきなのかなと一時は見てて思いました。普段の、カメラの前以外、表現している時以外の羽生選手を見ていてもそれ感じたりするんですか？どうですか？その時はもうオフになってて、等身大の20半ばの男性かなみたいな思うんですか？等身大かなと思いますし、すごい可愛らしい面もあるのかなと思いますけれども、やっぱり気持ちとしてはすごく人一番強い選手かなと思います。でもインタビューしていて、インタビューする側がこう緊張するぐらいのやっぱり自分の言葉を持っている、要は下手なこと聞けないアスリートでもありますよね。本当に言葉を選んで聞かないと、本人が思っていることでやっぱり違う回答になるかもしれないので、はいはい、やっぱり言葉を選んでやっぱり聞かないといけないっていう部分はある。だから相当ああいう言葉が出てくるのは自分の中で考えている時間が長いんだろうなと思うんですけど、どうですか？でもインタビューを聞いていてすごく的を得たことをやっぱり言ってらっしゃいますし、自分の反省点をやっぱりしっかり口に出して言っている、悔しかったら悔しい、でもどこが悪いか悪い、分かっているっていう部分がやっぱり本人の中であるので、非常に毎日考えながら生きている選手なので、疲れないかなと若干思いますけれども、多分フィギュアスケート大好きというか、もう体の中に刷り込まれて当たり前なのかなとも思いますよね。だから生まれ持ってのフィギュアスケーターかなと思います。だからある意味オンもオフも作らなくていいような感覚なんですかね。常に羽生結弦、常に羽生結弦です。常に木村拓哉さんみたいな感じですね。そうですね。そうすごいですよね。で今シーズンのですね、はい、羽生選手の2019-20シーズンの成績は、はい、グランプリカナダ優勝、はい、NHK 杯も優勝、ファイナルはグランプリファイナル2位、全日本選手権は2位だったんですけども、はい、まあ、4大陸ね、そうですね、優勝ということで、スーパースラムすごいですね、タイトル全部取るって、ね、はい、これ楽曲をその前に、はい、ピョンチャンの時のものを、はい、生命に戻しましたよ、ね、はい、ショートプログラムもフリープログラムを変えて、どう思いました？そんなシーズン途中に変える、そしてましてやシーズン後半に変えるっていうのがすごい珍しいことだったので、はい、私も驚きはしたんですけれども、世界選手権が行われていたとすれば、はい、これで踊ってた可能性あるんですか？はい、おそらくこれで、はい、行ってたと思うんですけれども、もしかしたらよりそのオリンピックシーズンの音楽の方が自分にとって入り込みやすい曲になってたからこそ変更したのかなと。あ、なるほどね。そしてその入り込みやすい曲、そして演技のいい曲でもあるので、はい、それでもってやっぱりグランプリファイナルで2位になってしまった屈辱を晴らすために、なるほど、ちょっと悔しい思いをしたので、しっくりいってない部分があったんですかね。しっくりいってないというよりも世界選手権で勝ちに行くための選曲だったのかなと思いました。なるほど。でそれがやっぱり四大陸選手権を見ていてもやっぱり音の拾い方がやっぱり一人異質なもので、音の拾い方、はい、普段は
曲があって選手たちはその音に対して合わせに行く感じになると思うんですけれども、はいはい、もう羽生選手のためだけの音楽で、まるで羽生選手が踊って音楽後からついていくような感覚に陥るぐらい、あの一つのパッケージとして見られるプログラムだったなと四大陸選手権を見ていて思いました。先に生まれたのが羽生選手だったみたいな、生命という曲よりも先に生まれたのがみたいな、生まれて後から音楽がくっついてきたみたいな。面白いですね、はい、なかなかでもない感覚ですよね。そうですね、思わずあのそれこそ5コンポーネンツの演技構成点でショートプログラムでは10点満点があったと思うんですけれども、はい、あのジャッジのルール上、うん、10点満点っていう項目は思わず点数をつけるのを忘れるぐらい選手に見とれてしまうプログラムだと10点をつけていいですよっていう項目があるんですけど、入り込んじゃうってことですか、はい、思わずもうその空間に、そしてその空気に飲まれてしまう、うんうん、そういう部分でもやっぱり10点が出てもおかしくないプログラムだったと思うので、あ、納得だなと思いました。すごいですね、はい、まあ、演技力はもうね随一だと思うんですけど、はい、今注目されているのが4回転アクセル、これを飛べるかどうか、またはプログラムに入れてくるかどうか、練習では飛んでるという話ですね、はい、練習は何度か私も見させていただいたんですけれども、はい、もともとアクセルが得意っていうのがやっぱり一番素晴らしいポイントだと思うんですけれども、はいはい、うまく力みが抜けたジャンプを飛べるのが羽生選手の特徴、うん、それってあの野球やってらっしゃったので、やってました、はい、ピッチャーとかあのバッターとかってうまく力みが抜けた時って、はい、すごい速い球が多分投げられると思うんですよ。そうです、だから力み抜けた時ほどホームラン打てたりするんですよね、はい、そうそう、だからうまく力みが抜けたので球が伸びるっていう感覚があると思うので、はいはいはい、そういうのに似ていて、4回転半アクセルもすごい力が抜けた時こそ回転速度が増してあの飛べるんじゃないかなと思うので、もともと力みが抜けたジャンプを飛ばれる選手なんですけれども、はい、それを生かしたあの要素を持って回転速度をプラスしていけば4回転半が飛べる選手なのかなと、ちょっと分かんない、力を抜くっていうのがもう氷の上に立った瞬間力んでるんですよ僕らは、もうこけたらどうしようみたいな、はい、力抜くことできるんですか、だから抜ける瞬間があるんですか、いや、ジャンプ飛ぶときは基本的に力入れたら回転しないんですよ、実は。あ、じゃあ上で回ってるときは抜けてるんですか、はい、抜けてる、肩の力を抜いて、これはここ細く回るための一つの要素。へー、はい、もちろんあれ、これよりも多分こっちの方が早く回れるので、はいはいはい、これは一つの要素で、腹筋がやっぱりすごい、体幹がすごい大事になってくる、うんうんうん、野球もそうじゃないですか、そうです野球もやっぱり力んだときこそ、はい、球って伸びなくって、うん、そうですよね、多分ゴロとかになったりすると思うんですけど、すごいね、野球の話が中野ゆかりから出てくると思わなかったですよスポルトの生活ですね、そんな例えするんですかフィギュアの世界では、それはやっぱり信夫先生、佐藤信夫先生からの受け売りなんですけれども、はい、あのすごく野球とかゴルフとかが大好きで、ゴルフとかもやっぱりたあの、ね、力抜いてインパクト、はい、力が抜けて時に振るとやっぱりうまく伸びたりすると思うので、やっぱりそれと一緒でうまく力が抜けた時にスコーンってジャンプがうまくはまったりすると思うので、そういった部分でスポーツって通ずるもの、共通している部分があるんだなと、な羽生選手を見ていて感じました。あの羽生選手のコーチのブライアン・オーサーコーチはインタビューでトリプルアクセルと4回転アクセルでは飛び方が違うっていうふうに表現したんですけど、はい、これはどういう意味か分かりますか。やっぱり回転、やっぱり回るものが全然違うので、4回転と4回転アクセルでもやっぱり全然違って、高々半回転と思うかもしれないんですけれども、はい、その半回転ってものすごい苦労するもの、女子選手でやっぱり3回転から3回転半が飛べないのってやっぱり全く一緒のもので、半回転を多く回るというだけでも全然違うもの、そしてやっぱり前に行くっていうことで恐怖心が生まれたりする選手も中にはいらっしゃるので、前に行くっていうのはアクセルジャンプだけ唯一前から踏み切るジャンプなので、あの前から踏み切ることによって少し体が前に向いた状態で踏み切るということですよね、はい、力がやっぱり前に入るときこそ入りにくい、やっぱり後ろに行く方がやっぱり人間って回りやすいのかなって私はスケートやっていて思いました。ああ、そうか、はい、後ろ向いてアクセル飛ぶ方が、後ろ向いてアクセルとか後ろ向いてジャンプを飛びに行く方が回転ってしやすいというか回りやすいんじゃないかなと思うんですけど、どっちかというと前に行くって抵抗してる感じがするんですけれども、前から飛び上がるって、はい、っていう感じ、後ろ向きに飛ぶ方がよっぽど恐怖心ありますよね普通に考えてまあ得手不得手があるんですけれども、羽生選手はやっぱりアクセルジャンプが得意っていうのが一つの4回転半を飛べるものの要素として揃っているポイントかなと。なるほど、はい、高さは十分ありますよね。高さもそして幅もある、そして回転速度ももともとある選手なので、うん、より細
もう糸のように回る選手なので、うん、やっぱりそれが生かされているかなと感じています。あとはもう力を抜けるかどうかですか。力を抜けて、そして回転速度がその中でうまく、うん、まあ、細かく細く回れるかが成功につながるポイントかなと思います。なるほど。これ25歳になってますよね、はい、で中野ゆかりというアスリートも25歳で引退でした、はい、24歳25歳になる前ですよね、はい、相当体への負担くるんじゃないかな。ある種もうベテランですよね。ベテランの域を超えてるぐらい。あ、超えてますか。ぐらいのもう25歳っていうと、多分おそらく体力も消耗してくると思うので、スタミナとの戦いにもなっていると思います。じゃあもう羽生選手はその域来てるんですか。そうですね、おそらく思うように練習が積めなかったりとか、同じ練習量をこなしていても怪我に今度はつながってきたりっていうする悩みをもしかしたら本人は抱えてらっしゃるかもしれない。ただその中でチャレンジしていくっていう精神は、うん、アスリートとしての鏡かなと。あ、そうですか、はい、でもう野球選手でいうともう30代超えて、はい、40見えるようなぐらいの位置にいるってことですか。多分それぐらいの位置にいる中で新たな、見えないですけどね、新たな挑戦をしているっていう王者ということは、もしかすると裏側では相当体が酷使されていて、体が傷んでいる可能性もあるということですかね、はい、本人は疲れてなかったと言ってたんですけれども、うん、やっぱり冷静になってくると少し疲れがある中でなのかなと、ここら辺になってくると思いますね。やっぱり4分間滑り切るための体力をどんどん休憩してチャージしていかないといけないので、スケジュールがタイトになってくる時に強くなってくるのが10代の体力のある選手になるのかなと。で、ね、オリンピック連覇、はい、してますよね、はい、で次北京も目指している現状では状況ですよね、はい、ただ周りが4回転アクセルというのに非常に注目している、はい、で羽生選手の性格的なことも考えれば、フィギュアスケート進化を考えると飛びに行くんじゃないかとも思うんですけど、中野さんは4回転アクセル飛ぶべきかどうか、勝つためにはどういうふうに考えるか、どうですか。ちょっとフリップに書いていただきました、はい、私は、はい、どう考えるか。なしでも勝てると。なしでもいいですか。ます、はい、4回転半飛ばなくても要はいいという、はい、逆に4回転半アクセルを入れてしまうと、それにどうしても注目してしまって、はい、自分自身も緊張しますし、そして他の要素まで手が行き届かなくなる、他の要素も崩れてしまう可能性もなきにしもあらずだと思うので、はい、逆に4回転、多種の4回転をたくさん飛べる選手なの で、 そこを生かして多種の4回転を4分間のプログラムの中に組み込んで、それを成功させると、やっぱり GOE である加点がすごく見込める選手なので、うん、はい、そこの加点を積んで勝ちに行くっていうことがいいかなと思いますし、やっぱり4回転半アクセルをやるっていう上ではすごく怪我のリスクが非常に大きいと思うので、体力の消耗も考えると練習で飛べるということをアピールしてもいいと思うんですけれども、本番でやらなくても勝てる選手が羽生結弦さんなのかなと思っています。今日のアスリートチャンネルはこれにて終わりです。 SNS でもオフショットを公開しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスチャン。